僕、すごく最近思うのが、僕、めちゃめちゃ、そういう意味で、試験を通すっていうことに、超向いてるんですよ。いろいろやってみて分かったんですけど、なんか、ゴールがあって、例えば試験があって、その試験の問題見て、あ、これこうやって勉強してったら、こういうふうに、ところまで持っていけるなっていう道筋が見えるんですよね。で、その道筋通りにやっていくと、本当に最短で合格できるっていう、なんか自分の中でこう、そこの部分がすごい上手くて、それってなんでかっていうと、僕、あれなんですよ。無限に試験を受けてきたからっていう、特に東大医学部で、その司法試験を受けながらだったから、東大医学部の試験を、本当に必要最小限の労力で、一個一個の、その、単位を取っていくっていうふうに考えたときに、過去問をまず見て、あ、これだったらこれぐらいの勉強、こういう手順で踏んでいくと、最短で単位取れるな、みたいな、これぐらいのライン取れるなっていうところを自分の中で見極めた上でやってっていうことをひたすら繰り返してたので、なんか、試験見て、あ、これぐらいのラインまでこれぐらい抑えてれば、きっと通るっていう、なんか自分の中のあれがあるんですよね。だから、まあ、言ってしまえば、結構多分、本当にいろんな資格とか、司法試験、まあ短期間で受かりましたけど、まあ今の方が多分司法試験とかもっと短期間で受かるんじゃないかなと思いますね。はい。司法試験、8ヶ月、まあ司法予備試験8ヶ月で受かったんですけど、今思うと、いやもっとこういうふうに、ああいう試験、ああいう系列の試験だったら、こう勉強すればもっと近かったなとかっていうのを自分の中で思ったりするので、やっぱり何事もこう、自分の中の積み重ねによってだんだん変わってくるんだなって思いましたね。はい。ということで、ちょっとなんか、よくわかんない話というか、僕の自慢っぽい感じになってしまったんですけど、はい。